家政法人は、日本の経営学者、証券アナリスト、札幌学院大学学長、東京都出身。1985年3月、茨城大学人文学部社会科学科卒業。1988年3月、早稲田大学大学院小学研究科修士、家庭修了。1992年3月、青山学院大学大学院。 国際政治経済学研究科修士課程終了。1997年3月、青山学院大学大学院、経営学研究科博士後期課程満期大学。カウンティナットウエスト証券会社長サブや、クレディスイス東京支店長サブを経て、1997年4月、札幌学院大学小学部小学科講師に着任。1998年4月、 札幌学院大学小学部小学科助教授。2005年4月、札幌学院大学小学部小学科教授。2009年4月、札幌学院大学経営学部経営学科教授。2012年4月、札幌学院大学就職部長。2018年4月、札幌学院大学大学院地域社会マネジメント研究課長。2019年4月、 札幌学院大学学長。e-life 監査役。北海学園大学法学部非常勤講師。一般財団法人北海道市町村振興。協会研究会座長。北海道 UR 総合研究所理事長。北海道 NPO バンク理事、札幌市等の地方自治体のまちづくりアドバイザーなど。数多くの公職を務める。経営戦略論。経営組織論。社会企業論。 地域経営論、ありがとうございます。